まあ、厳しい試合でしたし難しい試合でしたけど、まあ、浦和というああいう素晴らしいクオリティの高いサッカーしてくる相手に対して、いい戦い方ができたと思いますし、本当に狙い通りというかまんまとうちの形にはめることができたかなと思います。いや、まあ、僕のゴールというよりはアデがあそこまで粘ってくれて、本当にほとんどアデがやってくれたゴールなんで、まあ、アデに感謝したいです。やっぱ取れる流れが来てる時っていうのはあそこの流れない時はアデがシュートをそのまま外しちゃったりとかキーパーの正面飛んでいっちゃったりするもんなんですけど、しっかりあの走ってる中であそこにこぼれてくるっていうのはまあやっぱりちょっと流れが今来てると思いますし、まあ、どれだけこの流れを継続してやるかがまあ大事かなと思います。はい、なんか行った方がいいかなみたいな軽いテンションで聞かれたんですけど、僕はもう絶対行った方がいいよっていうのは、まあ、冗談めかしというかほとんど笑いながら、そんな真剣なテンションじゃなくて、で、まあ、ハル君国際経験というかあのアンダー世代から経験はあまりなかったと思うんで、だから本当にそういう大舞台にがハル君にとってこう転がってくるのは本当にチャンスだと思ったし、まあ、絶対行った方がいいとは言いましたけど、まあ、最終的にはずっとハル君は決断してたと思いますけど、はい、いやもう残り2つ勝つだけですし、まあ、この今いい流れをあの継続してやらないと意味がないので、まあ、そこに集中しても、でもこの今勝ち癖というかそういうもの、まあ、湘南戦は勝てなかったんですけど、まあ、浦和に勝てたっていうのは本当に自信になると思うし、これを続けていきたいです。お疲れ様でした。どうでしょう、90分間走り切れた、そういう感想ですか。いや本当に試合自体久々だったのですごく疲れました。久しぶりの試合がこうした浦和とのビッグマッチということで、どうでしょう、気負うところであったりっていうのは。まあ、去年の浦和戦もほぼ出させてもらって、自分的にもすごく嫌な印象っていうのはなかったので、そういった意味では、平常心というか、強気な気持ちでできたと思います。持たれる時間というのも後半は特にありましたけれども、そのあたりというのは持たれているという感じでしたか、まあ、持たせているという感じ。そうですね、やられているという多分印象はみんな誰も思ってなくて、多分持たせているというのは全員が共通して、持たせて取ってカウンターというのはみんな狙っていたので、良かったです。そのカウンターの部分では、まあ、こう起点になりそうなこうパスであったり、またこう高い位置からのプレスというのもありましたけれども、そこから得点につなげたかったという思いは。そうですね、本当にもっと自分がボール取ってから攻撃の起点を作ったり、本当にラストパスというのはもっともっと出せるようにしていかなダメだと思うし、今後それを改善していきたいです。また今ポジション争いが非常にチーム内でも熾烈になってきてますけど、そのあたりでのこのレギュラー取りいかがですか。そうですね、本当にシュウ君もボランチで使われるようになってきたので、本当に誰にも負けないように頑張っていきたいです。ぜひまた勝利に貢献するプレーで。はい、頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。浦和戦ということで非常に両チーム、はい、玉際で の, この強さであったりというところ、はい、かなり見応えのあるゲームになりましたけど。そうですね、まあ、点差も僅差でしたし、まあ、相手も素晴らしいチームなので、まあ、そう簡単には、まあ、やらせてくれないと思っていた中で、まあ、勝ち切れたというのは非常に評価していいんじゃないかなと思います。スペースがこの浦和のディフェンスの裏に大きくあったところをうまく狙えていたというか、はい、そのあたりのゲームプランの中にあったですか。まあできればたくさんの人が絡みながら相手の裏へのスペースを、まあ、使えればっていうのは考えてましたし、実際得点もそういう形で取れたので、まあ、ある程度狙い通りにはできましたけど、もう少し自分たちのボールの保持率が高くなればさらに良かったとは思いますけど、まあ、狙いの一つでゴールが生まれたっていうのは、まあ、チーム全体の理解度が高かったからだと思うので、まあ、非常にいいゴールだったかなと思います。この勝利を一つ
っかけにどうでしょう、勢いつきそうですかね。まあ自分たちがコンスタントにいいパフォーマンスを見せれば結果はね当然ついてくるもんだとは思ってますし、今まで落としたゲームでは自分たちが世代から経験はあまりなかったと思うんで、だから本当にそういう大舞台にが春君にとってこう転がってくるのは本当にチャンスだと思ったし、まあ、絶対行った方がいいとは言いましたけど、まあ、最終的にはずっと春君も決断してたと思いますけど、はい、いやもう残り2つ勝つだけですし、まあ、この今いい流れを継続してやらないと意味がないので、まあ、そこに集中しても、でもこの今勝ち癖というかそういうものを、まあ、湘南戦は勝てなかったですけど、まあ、浦和に勝てたというのは自信になっているので、それを続けていきたいです。お疲れ様でした。どうでしょう、90分間走り切れた、そういう感想ですか。いや本当に試合自体久々だったのですごく疲れました。久しぶりの試合がこうした浦和とのビッグマッチということで、どうでしょう、気負うところであったりっていうのは。まあ去年の浦和戦もほぼ出させてもらって、自分的にもすごく嫌な印象っていうのはなかったので、そういった意味では、平常心というか強気な気持ちでできたと思います。持たれる時間というのも後半は特にありましたけれども、そのあたりというのは持たれているという感じでしたか、まあ、持たせているという感じ。そうですね、やられているという多分印象はみんな誰も思ってなくて、多分持たせているというのは全員が共通して、持たせて取ってカウンターっていうのはみんな狙ってたので、よかったと思います。そのカウンターの部分では、まあ、こう起点になりそうなこうパスであったり、またこう高い位置からのプレスっていうのもありましたけれども、そこから得点につなげたかったっていう思いは。そうですね、本当にもっと自分がボール取ってから攻撃の起点を作ったり、本当にラストパスっていうのはもっともっと出せるようにしていかなダメだと思うし、今後それを改善していきたいです。また今ポジション揃いが非常にチーム内でも熾烈になってきてますけど、そのあたりでのこのレギュラー取りいかがですか。そうですね、本当にシュウ君もボランチで使われるようになってきたので、本当に誰にも負けないように頑張っていきたいです。ぜひまた勝利に貢献するプレーで、はい、頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。浦和戦ということで、非常に両チーム、はい、球際でのこの強さであったりというところ、はい、かなり見応えのあるゲームになりましたけど。そうですね、まあ、点差も僅差でしたし、まあ、相手も素晴らしい。切り切れた、そういう感想ですか。いや、本当に試合自体久々だったので、すごく疲れました。久しぶりの試合がこうした浦和とのビッグマッチということで、どうでしょう、気負うところであったりっていうのは。まあ去年の浦和戦もほぼ出させてもらって、自分的にもすごく嫌な印象っていうのはなかったので、そういった意味では、平常心というか強気な気持ちでできたと思います。持たれる時間というのも後半は特にありましたけれども、そのあたりというのは持たれているという感じでしたか、まあ、持たせているという感じ。そうですね、やられているという多分印象はみんな誰も思ってなくて、多分持たせているというのは全員が共通して、持たせて取ってカウンターというのはみんな狙ってたので、よかったと思います。そのカウンターの部分では、まあ、こう起点になりそうなこうパスであったり、またこう高い位置からのプレスというのもありましたけれども、そこから得点につなげたかったという思いは。そうですね、本当にもっと自分がボール取ってから攻撃の起点を作ったり、本当にラストパスというのはもっともっと出せるようにしていかなダメだと思うし、今後それを改善していきたいです。また今ポジション揃いが非常にチーム内でも熾烈になってきてますけど、そのあたりでのこのレギュラー取りいかがですか。
そうですね、本当にシュウ君もボランチで使われるようになってきたので、本当に誰にも負けないように頑張っていきたいです。ぜひまた勝利に貢献するプレーで、はい、頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。浦和戦ということで非常に両チーム、はい、玉際でのこの強さであったりというところ、はい、かなり見応えのあるゲームになりましたけど、そうですね、まあ、点差も僅差でしたし、まあ、相手も素晴らしいチームなので、まあ、そう簡単には、まあ、やらせてくれないと思ってた中で、まあ、勝ち切れたっていうのは非常にあの 評価していいんじゃないかなと思います。あのスペースがこの浦和のディフェンスの裏に大きくあったところをうまく狙えていたというか、はい、そのあたりのゲームプランの中にあったんですか。まあできればたくさんの人が絡みながら相手の裏へのスペースを、まあ、使えればっていうのは考えてましたし、実際得点もそういう形で取れたので、まあ、ある程度狙い通りにはできましたけど、もう少し自分たちのボールの保持率